本日はバーガーキングのニンニクガーリックバーガーですね。こちら食べていきたいと思います。結構小さいですね、重さなんですけど123.73g で結構小さめですね。ちょっと断面も見ていこうかなと思いますけど、ニンニクガーリックですからね、多分すごいいいと思いますよ。というところで断面はこうなんですけど、小さいサイズだとやっぱり本当に小さいですね。パンの方がやっぱ多いですね。当たり前じゃ当たり前ですけど、普通のハンバーガー屋のハンバーガーって感じですね。それではいただきたいと思います。ニンニクの感じがすごいですね、これ。しびれるぐらいニンニクが入ってますよ。口に入れた瞬間、ニンニクって感じで、これは本当にニンニクガーリックっていうほどですね。いや、これ小さくてもちょっと破壊力すごいですね、これ。見た目はそんな変わってないんですけど、コンも変わるんですよね、ニンニクガーリックで。いや、これはもうニンニク好きな人にはたまらないですね、これ。逆に嫌いだと食べれないと思いますよ、これ。ニンニク効きすぎですね。 またこれがジャンク感が出ていいんですけど、個人的には大好きですね。レベルが違いますね、ニンニクの。見た目だと分かんないかもしれないですけどね。いや、もうびっくりでしょ、これは。ということで、本日はこのバーガーキングのニンニクガーリックバーガーをいただきました。ご視聴ありがとうございました。